はい、FM 流進堂 DJ の流進です。ただいま12時を回りまして、ちょうどですね、ちょうど12時、もちろん夜の12時でございます。ということは、ただいまをもってして2010年1月1日が始まったわけですね。それでしばらくテレビを見てなくて、年末っていうとね、K1 ですっけ、 K1 だとか紅白歌合戦とかやってるんでしょうけれども、まあ全く見ないでしばらくちょっとこう考え事してたんですね。年末ぐらいはこう休んだらいいじゃないかとかね、ゆっくりしたらいいじゃないかとか、そういうような思いもあったんですけれども、ちょっとこうまあいろいろね考え事をしてました。それで今ね、山梨の甲府にいるんですよ。で、まあ僕もう最初で最後かな、この正月にね旅行するっていうのが最初で最後かなっていう思いもあって、まあそういった思いもあり、まあ、レジを取ってるわけですね。で、まあなんでこう山梨の甲府にいるかっていうと、家族旅行を来てるんですよ。で、うちの実家お寺っていうのは、まあ、何度も話してるんですけれども、まあお正月のお客さんが来たりするわけですよね。だから例年だと11月31日のだいたい夜6時頃に年越しそばを家族全員でね夕食で食べて、でしばらく食後に一息つきながらね紅白歌合戦なんかを家族で見つつ、まあだいたい夜10時ぐらいになると暖房入れたり、ストーブ入れたりして、でだいたい夜11時ぐらいになるとお客さんがお寺に来だすのでね、お出迎えをして、お茶を出したり、なんやかんやしながら、そして12時になるわけです。そして12時になる時は、まあ除夜の鐘っていうのはね、うちは鳴らさないので、まあその新年早々のお経っていうのをあげるわけですね。まあ年間1年間こう平和でありますようにとか健康でありますようにっていう祈祷の意味を込めたねお経なんですけれども、まあそういうわけで毎年その12月31日から1月1日になるその深夜っていうのはこうお客さんが来るっていうこともあって緊張感があったり、あとまあそのいろいろ考え事をするわけですよ。1年間どうだったかなとかね、そういったことを考える時間になるんですけれども、まあ今年は父親がねちょっとその手術をした関係で、まあお寺の業務っていうのができないっていうことで、まあ失礼ながらも、今年はできませんっていうことでやめているわけですね、お寺の業務を。それで今父が温泉療養ですね、湯治で、まあ、山梨来ているわけなんですけれども、まあ、せっかくならね母親と姉と僕も一緒に行って、まあそのたまには家族旅行でもしようじゃないかということでね、ゆっくりするわけですよ。で、まあゆっくりするのは、まあ、父だったり姉だったりがメインで、まあ僕なんかは運転手ですね、主に運転手やるのでついてきたわけですよ。まあ、ささやかながらの親孝行といいますかね、まあ、これが親孝行になるのかどうかっていうのはよくわかんないんですけど、まあたまにはいいじゃないかということでね、まあ山梨に来てるわけですよ。それで自分がねこの28年間こう家の手伝いなんかしたりしなかったり、まあ時には、まあ、家に関わるってことはすごく嫌でね、コンプレックスだった時期もあったんですけれども、まあだんだんとこう家の手伝いするようになってきてね、そのお
正月をまたぐようなこう意気込みといいますか、こうなんていうのかな、まあ、意気込みですかね、そういった気持ち、厳かさっていうものに思うところがあったんですけれども、まあ、今年、まあ、最初で最後かなっていうようなね、あえてですよ、あえてお正月に旅行するということでね、普段は見れないものを見ようと思っていますね。そしてまあ本日のね朝は初日の出見ようということで、今泊まってるホテルがあるんですけど、お正月の特別企画ということでね、初日の出見るために屋上に上がってもいいよっていうことだなので、まあ朝ねだいたい7時ぐらいに見れるらしいので、初日の出見ようかと思っております。でまあいろいろね、うちの父もまあ良くなってきてると思うんですけどね、まあ姉も、まあ、ちょっと調子悪かったりもしているけれども、まあ家族喧嘩してるわけじゃないしね、なんだろう、いがみ合ってるわけでもないから、それは本当に僕としてはありがたいなと、ありがたいなっていうふうに思ってます。まあそれは本当にね、家族っていうのは人間関係の本当に一番の基本ですからね。今年もだから家族仲良くね、みんなこうそれぞれの活動頑張っていけるようにできたらいいなと思っております。でまあ、2010年の目標といいますか、抱負っていうものをねについてお話しさせてもらいたいなと、もらいたいな、お話ししようかなと思うんですけれども、まあ今年はあれですね、もう完璧に論文ですね、白論を仕上げて大学に提出してちゃんと卒業できるように頑張りたいと思います。もうそれだけやれば今年はもう何にもやんなくていいっていう感じですよ。ただもう展覧会の予定もこう決まって入ってきちゃってるやつもあるんですけれども、まあそれはそれ、これはこれでね、今年まあ論文を最優先でやり、まあ、きちんと今話している自分が立てた目標っていうのをクリアできるように頑張っていきたいなと思っております。それでまあ美術っていう意味ではね、前年よりもさらにこう頑張って活躍していきたいなと、努力を怠ることなくね、そして努力をするだけではなくて、まあよりこう自分自身が良くなれるようによくよく考えてね、行動していきたいなと思っております。まあいろいろな活動をしているのでね、それがいい意味で連鎖反応、化学反応というものが起こってくればいいなと思っております。まあ、それがいろんな意味でね、一つ結果が出たのが2009年だと思ってますので、2010年というのはさらなる飛躍、ちゃんと上の方にね飛び立っていけるように、自由飛行できるようになっていきたいなと思っております。では今日はここら辺で失礼いたします。